うん、やはりそうか。これが上弦の位置。他の上弦とは比べ物にならない重厚な様、威厳すらある。そして刀、いびつだが刀を持っている。この男もしや鬼狩りだったのか。しかも相当な使い手の。寒気が止まらない。体が戦闘を拒否している。こんなことは生まれて初めてだ。お前、名は何という？時藤無一郎。なるほど、そうか。耐えたのだな。次国の名は？何百年も経っているのだ。戦刀なきこと、私が人間であった時代の名は次国道勝。お前は私が次国家に残してきた子供の末裔、つまりは私の子孫だ。墨の呼吸、七の方、おぼろ。なかなかに良き技だ。霞か、なるほど。悪くない。年の頃は重視あたりか。その若さでそこまで練り上げられた剣技、私にひるみはしたものの、それを抑え込み切りかかる胆力、さすがは我が末裔。血は随分薄くなっているだろうが、さまつなこと。たとえ名は途絶えようとも、私の細胞は増えて残っていた。アザ、そうか、出ていたのか。初見の技だ。霞の呼吸の使い手はこのような技を使ったことはない。独特の緩急、動きが読みづらい撹乱も兼ねた技、実に良き技。流麗で美しい、無一郎が編み出した技なのだろう。こちらも抜かねば、武作法というもの。月の呼吸、一の方、闇月、宵の宮。
我が末裔よ、あの方にお前を鬼として使っていただこう。